それでは今日は前回の続きでトップオブスイングをやっていきたいと思います。前回はですね、アドレスから手が腰の位置に来た位置、ここがハーフウェイバックの位置でした。ここからの動きですね、ここからの動きでは右肘の畳みが入ってさらに体がねじれていきます。これがトップオブスイング、手が一番高い位置に上がった位置をトップオブスイングと言います。でトップに来た時に、チェックするポイントがあります。左の肩がしっかり捻転していくっていうことですね。ちょっと見ててください。ここの今構えた時に肩の位置はクラブを置いてありますけど、ここにあります。これがしっかりねじれてトップに来た時は右足の上ぐらいに来るまでしっかり捻転させていきます。よくやっぱり捻転が浅い方はですね、この辺で終わってしまったりしている方が多いですから、しっかり左の肩が右足の上に来るまでねじれていきましょう。もう一つですね、チェックしてほしいポイントがあります。それはトップの高さですね。ちょっと後ろから見ていきますけど、トップに行った時のこの手の位置が、高かったり、高い、低いといろんな人がいます。これはですね、筋肉と柔軟性の差が、個人差がありますので、それで変わっていきますので、高かったり低かったりっていうことはそんなに気にしなくていいです。ただ一つ注意してほしいのはですね、トップに来た時に肩と腕にものすごく力が入りすぎている方、こういう方はですね、ちょっともっと肩と腕の力が抜けるようにしてほしいです。でそのためのドリルを一つ紹介したいと思います。そのドリルはですね、アドレスして、ハーフウェイバックトップの位置に来た時に肘をですね、こうやって2回こう動かしてみてください。これが硬い時はピーンって張りすぎて硬くなっているところが動かないと思います。柔らかくするためにはこうやって動いてみてください。じゃあこれはこんな感じで2回パカパカって動かしてから、この練習をやるとトップで力が抜けてきますので、ちょっと力がトップで入りすぎている方はぜひ試してみてください。